皆さんいくつに見えますか、はい、どん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 もう見るたんびに逆に重ねてってるというか若返ってるというか、再生って本当に魔法ですね。再生魔法ですよね、はいはい、私もですね、あの金の糸もちろん入ってるんですけど、入れたのが9年前に、まあ、今入ってるところ顔首とあと手と手の甲と腕まで、まあ、でもこう本当に皆さんねこう増やしていく方が多いんですよ、まあ、最初は基本顔首だけれども、はい、後からどんどんこう追加していくっていうパターンが一番多いかなと思いますけれども、で、はい、その時39歳で入れましたので今48歳になるんですけれども、怖い48ですよ、はい、怖い48ですよ、見えないですよね本当にすごいと思います。8になってもう本当にアラフィフですよね、もう、うん、本当にですね、私もやっぱりこう自分でもその9年前の自分の写真を見ると、はい、お手入れちゃんとしてたつもりだったんですよ、うん、なんですけど、いや昔の顔こんなんだったのっていう、もうすごいブサイクだよね、もうね、うん、本当にブサブサでも言われますけど、美容施術もいいと思うんですけど、でもお手入れですから、うん、その場を立ち止まった状態でし悪化しないようにお手入れしてるだけで再生はしないじゃないですか、うん、それなのに金の糸と幹細胞は再生ですよ皆さん、はい、もうこれはもう本当皆さんも興味持ってぜひあのカウンセリングをまずしていただき、施術もしていただけたらなと思います、うん、お化粧品とかエステって私たちもねすごい大好きなんですよ、うんうんうん、大好きなんだけれども、やっぱりこう細胞活性する話であって、うん、金の糸っていうのは細胞を増やす話なんですよね、うんうん、ちょっとじゃ あのビフォー写真でお作りしてきましたので、はいはい、こちらです。あの向かって左側の方がビフォーですね、9年前の年前、はい、39歳でもうシワがないし、うん、ないあのちょっと保冷性はありますけど、はい、深いですよね、でもシワとかもないし、うん、張ってて、うん、年相というか年の割にはお手入れしてるなっていう感じなんですけど、うん、本当ですか、優しい、うん、でも私あの、まあ、左側ビフォーの写真見ていただくと分かる通り、うん、ゴルゴラインってここのほっぺたのね、うん、ここにシワがね入るんですよね、うん、ほうれい線もすごい深かったんですね、うん、であと結構アップで見ていただくと分かるんですけど、ものすごいねシミもやっぱり増えてました、うん、で毛穴の開きが気になる、くすみが気になる、うん、でやっぱりフェイスラインもやっぱこう重力で下に年齢とともに下がっていきますので、うん、やっぱりこうもたついた印象になってたっていう感じだったんですけれども、うん、実際にこうやって写真で比べてみると、うん、あやっぱり何年も経ってるのに今の方が肌が綺麗っていう風に思えたんですよね、うんうん、これはもう本当金の糸のおかげしかないので、うん、やってなければここからもっと9年間ってもっとひどいことになってると思うんです。もっとシワがいろんなところで増えて、もっとフェイスラインたるんでいて、シミもどんどん増えて、うん、ほうれい線なんかもっとぐっと深くなってたと思うんですけど、お手入れしても止められないから、うん、その場を立ち止まることはできても戻せないから、はい、結局こうじわ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 と何にもしてないのにシワが増えたり、うん、なんかこう重力に負けて頬が落ちされてきたりとかってしちゃうんですよね、うん、実は私39の時で今の方がねまだ2キロぐらい増えてるんですよ、うん、なんですけど、うん、昔の方がやっぱ太ってる感じに見える、重力にね、そうなんですよね、それが年を重ねるっていうことですもんね、うん、不思議ですよね、うんうん、すごい。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とベルのマークを押していただくと見逃すことがございませんので、ぜひよろしくお願いいたします。